ではサッカー J リーグの話題です。 FC 東京が今日新体制発表記者会見を行い、上福監督や新加入の選手たちが新シーズンへの意気込みを語りました。小平グランドで行われた新体制発表記者会見には、就任2年目を迎えた上福宏監督やアビスパ福岡から移籍加入した中村北斗選手、国学院久我山高校から加入した田辺壮丹選手ら4人の新しいメンバーが出席しました。昨シーズンリーグ戦を6位、天皇杯をベスト4で終えた FC 東京、昨年からスローガンに掲げている人もボールも見る人の心も躍動するサッカームービングフットボールで初のリーグ制覇を目指します。モービングフットボールというコンセプトを継続すること、積み上げていくこと、新たにチャレンジをすること、この3つを高いレベルでやり通すことができたならば、今年のチームは、優勝争いに加われるチームになるというふうに確信しております。今年が本当自分の中で勝負の年になると自分なんか今思ってるんで、まずはこのチームで試合出ることでそういう代表というのを見えてくると思うので、本当まず出ることを目標にして頑張りたいなと思います。自分攻撃的なミッドフィルダーなんで、ゴールに結ぶプレー、結びつくプレーをできたらいいなと思ってます。 FC 東京は明日からグアムで、来月には宮崎県都城市でキャンプを行い、3月の J リーグ開幕に備えます。